日本の裁判所日本の裁判所は日本の裁判所に関して解説する。日本においては日本国憲法第76条で全て司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。と定め裁判所が司法権を行使する国家機関とされ裁判所の構成は裁判所法。 昭和22年法律第59号に定められる。裁判所法によれば、裁判所は、全国に一つの最高裁判所、最高裁と、下級裁判所からなる。最高裁判所は、最高裁判所、長官、1名と最高裁判所、判事、14名の、計15名の裁判官により構成される五条下級裁判所には、高等裁判所、高裁、 地方裁判所、地裁、家庭裁判所、家裁、簡易裁判所、関裁がある。下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事法及び簡易裁判所判事とする、道場。なお、53条以下にて裁判官以外の裁判所の職員について規定している。 高等裁判所には支部を置くことができ、裁判所、法22条、地方裁判所、家庭裁判所には支部、または出張所を置くことができる、同31条、31条の子。2005年、平成17年4月には、知的財産権に関する事件を専門的に取り扱う裁判所として、知的財産高等裁判所、知財公裁が、 東京高等裁判所の特別の支部として設置された。2006年、平成18年4月現在のそれぞれの数は以下の通り、裁判所を設営、管理する行政作用を司法行政という、日本国憲法の下では、最高裁判所規則の制定をはじめとする司法行政を行う権限、司法行政権の多くは、 最高裁判所以下の裁判所に帰属する憲法77条1項、80条、78条項断、裁判所法64条、83条1項。司法行政事務は裁判官会議の議によって行われるのが原則である。司法行政の監督については、最高裁判所が最高監督権者とされる裁判所法80条1項。 この監督権は裁判権に影響を及ぼしたり、制限することはできないと解されている。もっとも、司法行政の実権を握る最高裁判所、事務総局は、裁判官の人事、処遇を通じて、裁判の内容に影響を与えているとする見方もある。大日本帝国憲法の下では、司法行政権は、行政権の一部門である、司法大臣の監督下にあった。 日本国憲法の下では、司法権の独立を確立、強化するため、裁判所に司法行政権も帰属することとした。日本国憲法では、特別の事件や人を裁判の対象とする特別裁判所は設置することができないと定める憲法76条2項。この規定は、平等原則や司法の民主化、法の解釈の統一などをその趣旨とする。なお 家庭裁判所のように特定の種類の事件を扱う裁判所であっても通常の裁判所の系列に属する下級裁判所として設置される裁判所は特別裁判所に当たらないと解されている。また憲法は行政機関は終寝として裁判を行うことができないとも定めた同条項。この規定の趣旨も特別裁判所の設置禁止と同様である。 この点、就寝としてではなく、前進として行うのであれば、行政機関が裁判、行政審判を行うこともできると解釈されている。独占禁止法に基づく公正取引委員会の新決、国家公務員法に基づく人事院の裁定、行政不服審査法に基づく行政機関の採決などは、この例である。特別裁判所の設置と、 行政機関による終身は、いずれも大日本帝国憲法の下では禁止されていなかった。そのため、外地の法院、軍法会議、皇室裁判所などの特別裁判所が存在し、行政事件を専門に扱う行政裁判所が、特別裁判所あるいは一種の行政機関として設置されていた。しかし、日本国憲法の施行により、すべて廃止されている。 裁判の様子の撮影、録音は戦後しばらくの間は認められていたが、カメラマンが裁判長の制止を無視する等の乱暴な取材が横行したことを受け、法廷の秩序が乱されるとして、刑事訴訟では法廷内の撮影等を裁判所の許可制を採用する刑事訴訟規則第215条が1949年1月1日に施行され、若干の例外を除いて、 ほぼ全国的に改定中だけでなく改定前についても写真撮影を許さいこととなった。また、民事訴訟については同様の趣旨の民事訴訟規則第11条が1956年に施行された。1987年12月に裁判長の許可、裁判官着席後で改定前の2分以内、刑事法廷は、被告不在、撮影方法は、 法廷広報から裁判長席を正面とする取材は記者クラブ加盟者の代表取材でスチールメラ、ビデオカメラ各一人ずつ照明や録音は認めないなどを条件に一部緩和された。最高裁判所は全国にただ一箇所東京都に設置される裁判所法6条下級裁判所は法律によって設置された裁判所で新旧関係並びに 司法行政上の関係において、最高裁判所の下にある裁判所の総称である。交際には支部を置くことができ、地裁、火災には支部、または出張所を置くことができる。なお、現在置かれている地裁、火災の支部はすべて地下債支部とされ、出張所は火災出張所とされている。高等裁判所一、地財交際一、地方裁判所、家庭裁判所十一。 地下災支部45、執行センター1、火災出張所16、簡易裁判所107、分室一、高等裁判所1、地方裁判所、家庭裁判所6、地下災支部22、地裁執行部1、火災出張所4、簡易裁判所57、分室一、高等裁判所1、高裁支部1、地方裁判所、家庭裁判所6、地下災支部20、執行センター1、 火災出張所6、簡易裁判所42高等裁判所1、交際支部2、地方裁判所、家庭裁判所5、地下裁支部18、火災出張所8、簡易裁判所41高等裁判所1、交際支部2、地方裁判所、家庭裁判所8、地下裁支部42、火災出張所17、簡易裁判所82高等裁判所1、交際支部1、地方裁判所、 家庭裁判所6、地下裁二29、火災出張所10、簡易裁判所51、高等裁判所1、地方裁判所、家庭裁判所4、地下裁部16、火災出張所12、簡易裁判所33、高等裁判所1、地方裁判所、家庭裁判所4、地下裁部11、火災出張所4、簡易裁判所25を楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。